ゼミ生の皆さんこんにちは今日の専門演習 2B はタイの山岳少数民族観光テーマに勉強したいと思いますタイの山岳少数民族に関しては前期にも勉強しましたが今日は特にその観光との関係に焦点を当ててみていきましょうまず最初にグローバリゼーションとかツーリズムタイ産地民の関係についてです まずこれまでもすでに皆さんたちは勉強してきましたがグローバリゼーションについてもう一回復習をしておきたいと思います。インドの文化人類学者アルジュン・アパデュライはグローバリゼーションには5つの風景があるというふうに主張しています。そののの風景というのは、人間、情報、技術、金融、思想、ここつですが、これ以外にも、 テロリズムや病気など今コロナウイルスのことを考えると分かると思いますけどもそういう病気もグローバル化によっていろんな問題を引き起こします。今日はこの中で人間アパデュライがいわゆるエスノスケープと呼ぶ側面について焦点を当てていきたいと思います。人間のの移移動に関しては観光客難民移住者者労働者などの まあ国境を越える人々の大移動がありますこの状況がタイであるいはタイの山岳民族社会でどういうふうに展開しているかこれを勉強しましょう20世紀は特に後半観光の20世紀と言われグローバルに展開する観光客すなわちゲストが急速に拡大した時期です一方 観光客を迎える現地の社会、いわゆるホスト社会もその対応に迫られ、ゲストとホストの相互作用によって、いろんな文化の展開が起きています。まあそういう中で、一方的にグローバル化が進むだけではなくて、現地の対応をによって、グローバリゼーションにまあローカルな対応が合体して、グローカリゼーション、 とてまころでその観光の20世紀と呼ばれる20世紀後半における国際観光客の増加ですが1950年、まあ、第二次世界大戦が終わってまだ5年後の時点では世界の旅行者の数は推計値で2500万人程度と言われていました。これが グローバリゼーションという言葉がよく聞かれるようになった1993年には5億人になり世紀が変わる20世紀の末には7億5,000万そして2018年には約10億14億人の人々が国境を越えて旅をしている、まあ、そういった状況が生まれています。さらににに世界観光機関の予測によりますと2030年には 18億人にこれがが達すするとそういういい予想値が出ていますこのように20世紀後半から21世紀の現在にかけて国際観光客すなわち国境を越えて移動する観光客の数はどん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 増加している、まあ、そういう傾向が見て取れますではそういった観光客の動向ですがタイではどういう状況にあったでしょうかタイはかつて世界最大の米輸出国 と言われていましたががこれがす20世紀前半時点のタイへの外国人観光客の数は年間500人程度であったと、まあ、推定されていますがベトナム戦争期これは1975年に終わりますから1980年前後にかけてタイの外貨獲得上位5行種に変化が見られ 観光が第一位になってきますさらにグローバリゼーションの到来を経て1987年にはタイ政府は「ビジティング・タイランド・イヤー」というタイ訪問年というのを指定して観光客の獲得特に外国からの観光客の獲得に力を入れてきますちなみにタイに旅行する日本人も非常に増加しており2019年 の統計では180万人以上の日本人がタイへ旅行しています参考までにタイにおける外貨獲得上位5行種の推移を見ておきましょうこの表は1975年から2000年まで5年おきに外貨獲得の上位5行種まあ1位から5位までを記したものです見てわかりますように1980年までは第1位を米 が占めていますが1975年に第4位だった観光が5年後には2位に上がり1985年90年95年と第1位になっています2000年にはコンピューター部品に抜かれて2位にはなっていますが依然として体系済における外貨獲得の業種として観光がいかに重要であるかこういうことがわかると思いますこの写真は、 タイのバンコクにあるワット・プラケオという翡の緑色の翡翠の仏様があるタイでの最高のいわゆる観光スポットでありパワースポットでもある通称エメラルド寺院と呼ばれているお寺そこに旅行に行った時のゼミ生左と右の写真は世界各国から集まる観光客の人々です。 まあここはいわゆるタイ観光の一番の拠点であることもあってこの地に行くと世界中の言葉日本語はもちろんですけども英語フランス語ドイツ語スペイン語イタリア語ロシア語中国語韓国語などあらゆる言葉が聞かれタイ人のそれぞれ各国語の通訳の案内をする人が観光客を案内しています。 まあそういったバンコクのような国際都市の中心的な観光地だけでなく、て、こういう千枚県のあの名所エレファントキャンプというかなり山の中の観光地にまで多くの外国人観光客がやってきていることがわかります。このエレファントキャンプは山岳少数民族のカレン族を中心とした象使いが象の象を見せたり。 あるいは観光客を象に乗せて、トレッキングツアーをしたりするところです。左の写真に見られるように、さまざまな人種、民族の人々が訪れていることがわかると思います。これは、僕のゼミの10期生の時のゼミ旅行の様子です。左の写真は、タイとミャンマーの国境の橋で、向こう側のタイから、ちょうど橋の真ん中にある、 国境を飛び越えてミャンマー側に移動しているところです右の写真はタイ北部の山岳少数民族ヤオ族の人々の村に行った時ヤオ族の子供たちと遊ぶゼミ生たちですこのように私たちのゼミ生いわゆる普通の大学生がアルバイトでお金を貯めて気軽にタイに行き まタイからさらに国境を越えてミャンマーに行く、まあそういうことが比較的安やすく日常的に行えるような状況、まあ、こういった状況がいかにこう現在観光客がま世界中に拡散拡大しているかを示すまあ一つの例と言えると思います。そしてま観光客を迎える <coughs> タイ側もいろいろと従来の古い観光地であるまあお寺とか。 遺跡だけでなくて新しい観光地をま作り観光スポットを作りそこに観光客を誘致することを目指していますがここはまバンコクのにあるマハナコンビルディングというま非常に高いビルですで、ここは地上109階に登ってま皆さんご覧のように下がガラス張りのところに まあ行くことができます <laughs> で、えー、これは、まあえっと、21期生のゼミ生たちなので、えー、皆さんたたちちより一学年の先輩たちですでこうやって、あのー、左の写真のように上を向いて、えー、寝転ぶんでいる間は、まあ、その下が見えないのでそうでもないんですけども、えー、右の写真のようにうつ伏せになって下を見るとかなり怖い。 で右の写真は鎌、えー、地くんという4年生の先輩ですけども指さしているのは、えー、私と、えー、語の富松先生です、えっと。私も富松先生も高所恐怖症で <laughs> 実はここに降りたくなかったんですけども、えー、ゼミ生たちが「先生たちも来てください」って言,言ってくれたので、えー、恐る恐るですね、えー、足を踏み入れて怖いながらも楽しんだと、まあ、そういう場所です。 まあこういう新しい観光スポットも SNS 上でどんどんこうあの拡散していってえまあインスタグラムやツイッターでえーまあツイートリツイートされたりして新しい観光客を呼び込んでいますまあこれも新しいまあ観光の形態の一つですえさてまあこうしたタイにおけるまあツーリズムえ観光の拡大はえタイの山岳少数民族産地民に対して どのような影響を与えているのでしょうか前期にもお話ししましたがタイの産地民について簡単に復習をしておきましょうタイの民族構成の中で産地民いわゆるチャオカオと呼ばれる人たちに占める割合は約人口の1.4% 100万人余りです主に北部の山岳地帯に多く住んでいますで、産地という概念は タイの内務省の規定ではタイの20の県の産地を中心に約100万人が居住する非体系の少数民族を、まあ、産地民というのは指して産地というのは海抜の35%以上の土地または標高の地または5 0 0ル以上の土地を指しますここにはカレン族モン族ラフ族赤族ヤオ族リス族など、まあ、主要な6つの民族のほかその他にもまあ いいくつかの民族が住んでいます左の地図がタイの北部とミャンマー連邦とラオスが国境を接するところでタイの北部は山岳地帯茶色に塗られているのがわかると思いますがこの辺りを中心に山岳少数民族が居住しています右の写真はその中でモン族と呼ばれる人たちの集落の入り口です ここにはバン「万名様イと書かれていて「名様イ村」という名前の村です写真のように山地の山肌を切り開いてここに斜面に家を建てて集落を作るこういった形態ですこれも前期見てもらいましたものと同じです写真左上から「カレン族」「モン族」「ヤオ族」写真下左から「 赤族リス族ラフ族ですそれぞれに民族衣装が違っていることがわかると思いますけれどもそれぞれ彼らが話す言葉は少数民族の言葉です例えばタイ語ではありがとうのことをコックンクラップ女性はコックンカーと言いますが例えば左下の赤族ではありがとうのことをグロフマグロフマと言います また右上のヤオ族ではありがとうのことをオブジェ、オブジェと言います。ですから、コックンカー、グロフマ、オブジェ全く言葉が違うということが皆さん分かると思います。えさて、このタイの山岳数民族の人たちが観光の対象となるのは1970年代以降のことです。まあ、しかし、 1970年代前半頃まではこのタイの辺境地帯を訪れる旅行者はごく少数でした初めてタイ北部中心都市のチェンマイにあるチェンマイ文化センターというところに山岳少数民族が連れてこられてここで民芸品の販売をしたり歌や踊りを披露したりするのが始まったのが1971年ですそして今でもたくさんいますけども チェンマイのナイトバザールに赤族の女性たちがやってきて手工芸品の販売を始めたのが1975年です。これはちょうどベトナム戦争が終わった年でこの年以降主にラオスからモン族といわれる山岳少数民族の流入が多くなっていきます。というのはベトナム戦争でアメリカ軍に <laughs> 協力をしたモン族の人たちがいるわけですけども。 ベトナム戦争でアメリカ軍が負けて北ベトナムが勝利をしいますとえまあアメリカに味方をしたアメリカに協力した人たちは非常にこう国にいると危なくなります。でラオスも社会主義国家が誕生していますのでえそういう関係でモン族の難民たちがタイ側に流れてくるまあそういうことも起きたわけです。さらにに1977年頃には トレッキングツアーというま像に乗ったり歩いたりイカダで川下りをしたりする山歩きのツアーが導入されましたしかし最初の頃はチェンマイ市内にあるトレッキングツアー会社は約20社にとどまっていました80年代以降になるとベトナム戦争で様々なこう従来のま価値観に対していろんな疑問を持った若者たちが辺境地帯を訪れるようになりバックパッカーが増加していきます この頃ちょうどさっき言いましたように観光収入が米の輸出額を上回る米輸出国から観光立国へと転換するタイという社会の在り方が見えるわけです。ベトナム戦争の時にタイに駐留していたアメリカ軍数万から10万という数が国に帰っていってしまいます。そうするとと米軍がタイに落としていた外貨 ドルが獲得できなくなりますので、その代替措置として、タイ政府は観光客を迎え入れて外貨を獲得しよう、そういう観光振興政策に取り組むようになります。1970年代の終わりには TAT、Tourism Authority of Thailand、日本語ではタイ国政府観光庁という部署を作ります。 でこれはタイ語の富松先生がその今、タイ国政府観光庁のスタッフとして福岡事務所ので働いていますけれども、まあ、そういうのができ1987年にはビジティングタイランドイヤータイ観光年あるいはタイ訪問年と称してより多くの観光客を外国から迎え入れる、まあ、そういう方向に進んでいきます。 この時期と前後して、まあ、グローバリゼーションが本格化し人の国際的な移動世界的な移動が盛んなっていくわけですけども、まあ、それに伴いまして1992年にはチェンマイのトレッキング業者は当初の20社から10倍に増え200社になるとでこれはタイ政府観光庁に登録している数なので実際はもっとたくさんあります。で90年代ににになるるととと産地民社会における開発の進行とともに トレッキングツアーが下火になっていきトレッキングをやる人はより未開の地へより奥地の村奥地の村へと入っていくことになりますそしてこの頃からいわゆるバックパッカーだけではなくて家族の旅行者とか団体旅行のツアーの人たちが山岳民族の村に訪れるそういう人たちも多くなっていきますで90年代後半になると 隣国のミャンマーから新たな民族が流入をするそれは首長族といって首に真鍮のリングをつけている女性たちで知られる首長族通称首長族パダウン族といいますが彼らが難民として隊員に入ってきたりあるいは耳に大きなイヤリングをしていたり腰に竹製のものすごく大きなベルトをしていることで知られるパロウン族 という人たちが入ってきたりしてまあ彼らもこのタイの観光産業へ組み込まれていくことになります2000年代に入って9.11同時多発テロや SARS インフルエンザなどの影響で外国人観光客は一時的に減少しますが2004年以降タイ経済の回復に伴って観光客は回復の兆しを見せて2018年時点では包帯観光客のまあ総数は 万人世界最第9位の観光立国になりましたちなみに日本は同じ年319319万人ですので世界第11位 <laughs> 日本も観光立国化を目指しているわけですねしかし今年のコロナウイルスの感染拡大によってこの観光業界が大打撃を受けていてタイでも 観観光光は鳥がいいている日本にもほぼインバウンドの客がいない、まあ、そういう状況になっています、まあ、そういう意味で観光というのはこういったえまあ病気の蔓延とか感染症とかえまあ戦争だったりそういうものに非常にあの影響を受けやすい脆弱な産業であるということもできるわけですこれがあの国際観光客の数と 国際観光にある収入の資料ですこれはアユタヤ銀行というタイの銀行の調査資料から取ってきたものです観光客数を見るとフランスが一番多くてスペインアメリカ中国と続きタイが第9位日本が第11位しかし今収入の面でいくと1位はアメリカ次にスペインフランスと続きタイは第4位に位置しています日本は第9位です この表からもいかにタイが観光収入に頼っているか特にタイの経済力からするとアメリカスペインフランスといった欧米の国に比べると経済力が弱いのでその中で観光収入がこれだけあるということは他の国々における占める観光収入の割合よりもずっと比率が大きいということが分かります。ということは 今年のようにコロナウイルスの感染拡大によって観光客が入ってこなくなると本当にタイの,まああの観光業界それからホテル業界航空業界ですね大打撃を被っているわけです。なんとか早くこれが収まって観光客が戻ることを祈ります。さてそういうい観光客は 山岳少数民族の村に行って、まあ、どういう観光をするのか4つほど挙げています。まず第一に産地民手工芸品のショッピング第二に舞台ホテルや文化センターなどのステージ上での下部の披露第三にバスツアーによる都市近郊の産地民村落への訪問これは半日観光とか日帰り観光が主です第四にトレッキングツアー トレッキングツアーも日帰りのものもありますが長いものでは1週間程度ひたすら山を歩きゾウに乗りいかで川を下り山岳民族の村に泊まり歩くと、えーまあ、かなり過酷なものもあります。これはチェンライ県のナイトバザールにおける八オ族の出している民芸品の出店とそれを買おうとしているゼミ生の皆さんの先輩です。 これはタイとミャンマーの国境のミャンマー側のタチデクシというところにある大きなホテルリゾートホテルの一角なんですけどもホテルの広大な敷地の中にミャンマー政府が集めてきた山岳少数民族が複数民族暮らしており入場料を払ってここに入り彼らの歌や踊りを見るとで村を見て回るというわけです。こういった観光民族村 いわゆる政府によって作られた見せるための村というのも数箇所タイの中にも作られていますこれは山岳少数民族の中でも特徴的な首に真鍮のリングをはめているパダウン族首長族のが歌を歌って踊っているところですこれはタイの北部の中心都市チェンマイの中心部から車で約1時間程度行ったところにある 門族の村です。この村は1970年代の前半に、まあ大政府のまあ金掘りによってまあ開発された村で、まあモ族の人たちをここに移住させて村を作り、まあチェンマイ市内からまあ反日観光で行ける観光地として開発をした村です。村をずっと一周歩きますと、右の写真のようにまあたくさん土産物を売ってる家々がまあ並んでおり、 時々こうやって民族衣装を着た文族の大人たたちちや子どもたちに出くわしますこれはトレッキングツアーの一場面ですけども左の写真はチェンライ県のあるホテルにあるトレッキングツアーのツアーデスクホテルのロビーにこういうものがあってこのホテルに泊まった観光客がツアーデスクでいろんなプログラムに申し込む。 まあ日日、日、帰りりりののののももももああまますす。し、週間程度トリッキングツアーは真ん中の写真のようにえまあ象使いのまあ人が操る象の背中に乗ってこういった道なき道を歩く右のように山道を歩くで写真にはありませんけどもいかだに乗って川を下るなどなど非常にこう自然を満喫できる時にアドベンチャー気分を体験できる しかし暑いしかなり疲れる、まあ、観光形態です。はい、これはあの今の4年生ゼミの21期生の、まあ、ゼミ旅行え今年の3月に行った時のものです。えチェンライ県の中にある、まあ、山岳少数民族の観光村 <laughs> これゼミ旅行で毎年訪れていますけども、まあ、その村でえ左が赤族のおばあちゃんたちと一緒に記念写真を撮ってると。で右は パダウン族、まあ、首長族の女性と一緒に、まあ、写真を撮ってる4年生、まあ、こういうふうに複数の民族が集められていて <laughs> まあ歌や踊り,りを披露したりお土産物を売ったりして、まあ、あの1時間から1時間半ぐらいでまあコンパクトに6つや7つの民族を見て回れるので <laughs> まあ非常にあの、えーまあ、いわゆるこう見せ物的なところがあって嫌う人もいますが。 短時間でコンパクトな勉強するには適しているかと思いますこのように産地民村落に観光客がたくさんやってくるようになりますと彼らはいわゆるインターナショナルあるいはグローバルツーリズムシステムといったまあ世界規模での観光客の移動のシステムに組み込まれることになりますまあその中で以下のような問題が発生します まず文化の切り売りと蘇生乱造たくさんの観光客がやってきてそれに対応するために山岳民族の手工芸品を手作りでいいものを作るんではなくて工場で大量生産をするそのことによって簡略化され、まあ、誤解された伝統的な衣装が、まあ、出来上がったりするこれは山岳少数民族たちにとって非常にこう良くないことだと思います二番目に権力構造における作種の対象化 山岳少数民族の人たちは観光場面の中で主役になれるわけではなくやはり経済的には政府や旅行業者あるるいは地元警察ななどによる様々な搾取を受けますそこで観光収入がそのままそっくり山岳民族のものになるわけではなくて中間搾取をされる。 あるいは近年特に近年タイに難民として入ってきた人たちはタイ語もあまりわからない政府の政策もよくわからない言われるままにその観光客に自分たちを晒すということで情報からの隔離、阻害をされた状態になります。3番目に産地民社会において内的格差が拡大をするということもよく見られます。先ほどお紹介しましまた、 千枚から約1時間ののところにある族の村70年代前半に大政府が作った村と言いましたがここは村の入り口すなわち観光客がバスやマイクロバスで到着する駐車場付近の宮の屋と奥の方にある宮の屋ではかなり格差が出ています。 まあ駐車場入り口の土産物屋は観光客はほぼ必ずちょっと入って見てみますのでここで買い物をすることが多いしかしもうすでに買い物をした観光客は村をずっと一周する間に奥の方にあるまあ民族の人たちの土産物屋にはまあ,あまり入らず素通りをして村を一周するそういったことがあるので村の中で駐車場の入り口の 店、人々と奥の方にある住んでいる人々では格差が見られる。だから観光による利益が平等に行き渡らない、そういった問題が生じます。五番目に文化の表象性の問題があります。この山岳民族の村を訪れる外国人は、大抵タイ人のガイドがついてやってきます。で、タイ人とガイドのほとんどは 三角少数民族の言葉はしゃべれませんで、えー、まタイ語と英語だったりタイ語とイタリア語だったり、ま、タイ語と日本語だったりしますので、えーま、日本人の観光客やアメリカ人イタリア人に説明する内容はほぼま決まったものである決まった内容である。で深いことを聞こうとしても質問しても、えーま、そのガイドさん自身がタイ語しかできないので。 まあ、タイ語で、えー、山岳民族に尋ねるんですけども、えー、帰ってくる答えはあ、まあ、タイ語しゃべれる人もいるので帰ってはくるんですけども十分なものではない、まあ、ガイドを介在することによって、えー、山岳少数民族と観光客の間にワンクッションがありますからなかなかそういう、まあ、クッションを通してじゃないと情報が入ってこないですから、えー、ガイドさんが非常によく山岳民族の 人たちのまあ暮らし文化に精通している場合はいいんですけれども、表面的なことしか知らない場合には、まあその表面的なものしか観光客は需要できない。まあそういった問題があります。これはいずれもあのチェンマイ県のものですけれども、右がチェンマイ市内のナイトバザールの一角です。 たくさんの山岳民族の衣装を着た人形が並べられていますが、まこれがいわゆる蘇生乱像されたもの。で、左の写真は、チェンマイ市内から車で2時間ぐらいのとこにある山岳民族の村から、自分たちが作った民芸品、工芸品を売るために、チェンマイのナイトバザールへと出勤をする文族の人々です。こうやってトラックの荷台に立ち乗りして、往復4時間かけて、 まあナイトバザールに行くんですけども、まあそれでもそんなにあのたくさん売れるわけではありません。右の写真はチェンマイ市内にあるある大型ショッピングセンターの1階にあるタイの山岳民族の民芸品工芸品を売るお店です。僕はチェンマイ大学に1年間いたときに、まあこの店の近くに住んでいたので。 このショッピングセンターにはよく買い物や食事に来ていましたその関係でこの山岳民族の工芸品を売る店のオーナーのタイ人のおじさんとも知り合いになってよく話してたんですけどもある時この写真のマネキン人形が着ている洋服を見て私は尋ねましたえっとこの人形は帽子は赤族のもの上着は八王族のもの でえー、スカートは門族のもので全然違う民族の衣装を着せてありますがどうしてですか、まあこう尋ねます、まあ、するとそのタイ人のおじさんはびっくりして「えそうなの全然知らんかった」と一瞬言ったものの、えー、特に反省する様子も見せず「<laughs> えー、まあいいや、えー、あいつらは山に住む民族だから、えー、茶を買おうだから」<laughs> というふうに言います。ですから このタイ人の男性にとっての山岳民族というのは個々の民族赤族や八王族や門族というのではなくてまあ我々と違った山の上に住んでいる奴らという非常にこう相対的に見ているわけですね民族ごとのその違いとか文化の違いとか生活へのリスペクトまあそういったようなものも感じられませんでしたこれはちょうど2000年今から20年前の話です まあこういういうに山岳少数民族の人たちはさまざまな課題を抱えながらえまあグローバリゼーションの一位置まあ形態としてのまあツーリズムの拡大浸透にまあ対応しているあるいは組み込まれているわけですけどもまあそういう中でえ自分たちのーまあローカル性ローカルな文化そういったようなものをまあ利用しようとしている節がありますのでまあそれを3つの事例で紹介したいと思います。 1>, 1つ目はチェンマイのゾウキャンプエレファントキャンプにおけるカレン族の事例2つ目はチェンライ県の難民村のパダウン族の事例、まあ、クビナガ族3つ目はチェンライ県の奥地に住むリス族村落の事例ですこのチェンマイ県にあるメーサーエレファントキャンプというところにもゼミ旅行で毎年訪れています <laughs> まあ我々ゼミ生たちは、まあ、左上の写真のようにゾウに乗り あるいは像がするサッカーを見像が絵を描くところを見て拍手喝采を送る、まあ、こういうふうにしてこの村を楽しみます。でこういう中で可憐、まあ、族の人たちというのは、まあ、世界中の観光客が訪れますから、まあ、それぞれに挨拶言葉対日本人だったらおはようとかこんにちはですねイタリア人だったらボンジョルノですね あるいはドイツ人だったらグーテンモルゲン、まあ、そういう言葉を、まあ、利用して少しでもこう観光客に、えー、気にに入られようううというふうにします。特に日本人に対しては、まあ、挨拶言葉だけではなくて日本の同様のゾウさんを歌える可憐族の象使いが非常に多いです。 ゾウ、えー、さんゾウさんお花が長いのねそうよ母さんも長いのよ」ですね。でこれ結構若い人はよく歌えるんですけども、えー、これを歌うことによって何が起きるかというと、えー、やはり日本人としてはびっくりする「えー、な何で嫉妬と?」という話になります。ですかさず、えー、彼はゾウを降りて、えー、たくさんの記念写真を撮ってあげたり「えー <coughs> まあ自分たちのまあゾのことをまあ話したりですねするわけです。まあそうやってえまあどうやったら観光客が喜ぶか反応があるかというのをこの観光客を迎えたという経験の中で自分の中に内在化してそれを効果的に利用するまあそういったことを行っているわけです。まあこのサッカーをする像や絵を描く像も。 昔はこういう芸はなかったんですけどもまあ昔というと僕はこの村に初めて行ったのがしたしかし数年後に絵を描き始めさらにこのサッカーをし始め障害物競争をし楽器の演奏をしダーツをするまあそういったようなことをやっていかにしたら観光客が喜ぶか。 でまた観光客がリピートしてくれるかですね。えー、まあそれを考えた戦略をまあ考え出しながら、えー、このグローバルな、えー、まあ観光システムに対応しています。これはチェンライ県のパダウン族、首長ナガ族のトゥンリャンと呼ばれる首輪です。真鍮のリングで作られています。左の写真の女性は私の知り合い知人なんですけども。 まあこの村も何度も何度も行ってるのでえまあお互いにこう顔を覚えているというかままた来たのみた来のみいいなな感じになっています。彼女は非常にもう首が長いことが分かりますけどもえまあ観光客に対応する時にえまあ最初の頃はですね最初に会った時は「ハローハロー100バーツ」とか「50バーツ」という英語で私に対応していました。 しかし何回か訪れるうちに「えー、あこんにちは」「安いよ」「100バーツ」「50バーツ」というふうに、えー、日本語を覚えますそしてさらに数年後に行くと、えー、まあ見かけが似たような見かけである中国人日本人韓国人も見分けるで日本人には「こんにちは」と言い中国人観光客には「にはと言って韓国人観光客には「んにちは。 といいう,うに使い分けるこうやってさまざまな国から来る観光客に一応うまい具合に対応しながらですね言葉を覚えながら対応する、まあ、そういったことがありますそして右上の写真のようにかかつてはは売売り物ではなかったた自分たちの首輪を売るしかしこれは非常に重くて右上の写真のもので5 6キロあります。 お土産としてて持って帰るには重いですから左右下のようにその真鍮のリングの一部を小さく螺旋状に丸めたミニチュアの首輪だったり真鍮のリングを一巻き二巻き程度にしたコンパクトのものをお土産物として売るあるいは右上の写真の左の方にあるように前の方だけ首輪になってて。 後ろが空いていて、まあ紐で結ぶようになっているものも作る。こうやって自分たちのまあ売りである真鍮のリングの首輪を観光客にはめてあげて一緒に写真を撮る。まあそういったまあ戦略を取っていて、まあ観光収入を少しでも得ようとしています。え、ただしこの人たちの村も難民、ミャンマーから逃れてきた難民の村ですので、この土産物屋に置いてあるものは。 真鍮のリングやシルバーの銀細工のブレスレット以外のもの例えば後ろの方に置いてある人形とかタペストリーとか壁掛けの飾りですねあるいは織物これ全部旅行業者が置いているものでこれを買ってもあんまり彼女らの収入にはならないそういう搾取の構造が見られるわけです。 はいえー、これはあのリス族のお村落の、まあ、急増出展と書いてますけどもえこの村はえかなり奥地にありますえチェンライ県の、まあ、中心地県庁地のチェンライ市からでも半日以上かかるえバスで行きゾウで登りえ山を相当時間歩くで普通観光客は来ません団体客は来ません まあ来るとしたらえとまあ物好きなあっていうと失礼ですけどもえまあお口を求めるバックパッカーあるいは私みたいなまあ人類学者 <laughs> などですねえしか来ませんですから観光収入ででで食えるほどではないわけですねしかしあのこの時は私は <laughs> 友人の,あの対人のガイドの <laughs> 女の子まあ女の子なんですけどもあの 心は男の子のガイドさんと一緒に2人で行ったんですけどもこの村に私たちが着いた姿が見えるとみんなこの普通の衣装から民族衣装に着替えて家の中からこういった観光客に売るための小物を出してきます。で、えー、私はもうその買い物に行ったわけではなくて村の様子を見に行って。 話を気に入ったりしているので、えー、ほとんどこう土産物は買わなかったんですけども、えー、ちょっとこの写真には写ってませんがあるリス族のおばあちゃんがやってきて、えー、民族書を買えというわけですねで、えー、いくらって聞いたら結構高い1万円ぐらいの値段なのでいやもういらないって言ったんですけどもそれならということで、えー、半額にすするっていうわけですよ50%引くともちろんあのタイ語とかリス語で言ってるんですけど。 でちょっと待てと言われて待てたらそのおばあちゃんなんですけども急いで家に入って今着ていた民族衣装を手にして別の民族衣装を着て私のとこにやって来ましたでつまりほらこれは今私が着ていた脱ぎたてほかほかの衣装だよレアだよ買いなさいしかも半額だというわけですねでちょっとこの時心が動きましたですね たたった今まであのリス族の老婆が着ていたものということで、えー、レアといえばレアな,なので動きましたが結局はあの買うことはありませんでしたでしかし申し訳ないのであのちょっと別のものをあの買ってあげて、まあ、この村を後にしましたまあだからこう観光客少ないとはいえ対応どうやったら観光客が喜ぶかっていうのを少しずつこう認識できているので今自分が着ていた民族衣装 レアなのでこれだったらいるかもしれないというまあリス族のローカル性というものを生かした看護客への対応まあこうこういうことをしたわけですまあ今見てきましたようにまあローカル性というかまあローカルな文化のあり方を生かした対応もしていますがやはりグローバリゼーションのまあいわゆる風景としてのツーリズムの浸透の中で。 ローカルな文化の利用というにしかなりり限界がありまし、まあ、グローバリゼーションの位置減少である観光が、まあ、産地民社会に大きな影響を与えていますが、まあ、どっちかというと市場経済の波に飲み込まれ、まあ、情報過多になりで、まあ、市場経済の波に飲み込まれますので、まあ、出稼ぎに行って現金を稼がないとやっていけない状況に陥っている。 すなわち観光というのは山岳民族の社会に利益をもたらしている部分も、まあ、ゼロではありませんが非常に少ない従ってマジョリティな民族や国家あるいはグローバリズムなどとの関係性においてやっぱり山岳少数民族はエスニックマイノリティとして立場が非常に脆弱であるえですからなかなかその主体的に豊かにはなれないわけですね。 ですから課題としてはいかにしてこういった山岳少数民族の人々自身が主体性を確保していくことができるかでそれをどうサポートできるかが課題になっていきます。でまた別の回で見ますけれども一部主体的な動きをしている例もありますのでこれは別の機会に紹介したいと思います。はいえー、今日お話してきました内容は、えー、僕が書きました「タイにおける山岳少数民族ツーリズム」。 歴史的経緯影響そして持続可能な観光開発の試みという国際文化学部の先生方が書いておられる国際文化論集というものの21巻1号に収録された論文、まあ、それをもとに授業をしましたでこれについては読むことはできますのでもし欲しい人があったら論文をあの差し上げます。それれででは今日の授業はこれで終わりたたいいいと思ままますまた来週お会いしましょう さようなら。